ルイス・タルクはフィリピンの政治指導者で福原発布の最高指導者。ルイス・タルクはフィリピンのサン・ルイースに生まれる。1932年より2年間マニラ大学に通うが学位を取ることなく故郷に戻りフィリピンの農民運動に参加する。1935年にフィリピン共産党に入党する。1938年フィリピン共産党は フィリピン社会党と合併し、1941年12月の日米海戦に伴い、フィリピンで日米両軍の戦闘が始まると、フィリピン独立準備政府に協力することとなる。1942年2月頃に、ルイス・タルクはカスト・アレハンドリノと共に、ルソン島中部地域において、福原発布を組織する。福原発布は、占領軍である日本軍に対して、 一般大衆の支持の下の規律あるゲリラ戦を展開し、1945年1月のアメリカ軍ルソン島上陸作戦以降終戦までのフィリピン解放においてユサフヘやアメリカ軍とも協力して日本軍総統を展開する。太平洋戦争終了後、福原発布は武装解除となる。1946年。 ルイス・タルクは独立を達成したフィリピン議会の議員に当選する。選挙管理委員会より他の5人の当選議員と共に、ルイス・タルクは選挙違反とテロ行為の理由で当選を無効とされる。1947年に福原八府は武装組織として再建され、ルイス・タルクも復帰する。福田はフィリピン政府との和平交渉は持たれたが、 1948年7月から8月にかけての霧の政権との和平交渉は決裂。副断は1950年にフィリピン人民解放軍に海祖、正規軍3万人交尾隊25万人でルソン島中部を勢力地区とする勢いとなるが、1951年のマグサイ再政権樹立以降弱体化する。当時新聞記者であったベニグアキノの4ヶ月もの。 説得活動の末、1954年5月17日、ルイス・スタルクはフィリピン政府に投稿する。ルイス・スタルク自身は反乱罪とテロ行為のため、懲役12年の判決を受ける。1968年9月に釈放される。その後、地域の農民運動に関わる。1991年8月14日の NHK スペシャルの アジアと太平洋戦争シリーズ第3回、マッカーサーの約束フィリピン、抗日人民軍の挫折で、ルイスタルクが登場している。ルイスタルクら福原ハップが、農民をはじめとするフィリピン大衆の支持を得ながらも、反共政策により挫折する図式となっている。2005年5月4日、心不全のためケソン氏の病院で死去。アロヨ大統領は、 彼の勇気と深い民族主義意識を称賛するとの声明を出した。ありがとうございます。